にかかっちゃえ。パローン。お前そんなんかかるわけないか。お斉藤さん、はーいとかやらへんの。はーいの斉藤さんじゃない。え、もっと笑ってください、ここ。いやいやいや、ちょ、催眠術かけたいね。困ったら催眠術かけて。何の前で、いかにだ。頑張れ。どうだ。ちょっともう、疲れちゃいました。どうも、東京ホテイソンです。お願いしまーす。さあ、そして佐久間さん、よろしくお願いいたします。お願いします。どうですか、曲の反響とかあります？あ、これ非常にありがたいことにたくさんいい反響いただいて、これから、3月に配信するんでね、はい、そっちの方もプロモーションもやっていきたいなと思っております。いや、すごいね、いろいろとね、はい、ここからスタートってことですから、はい、皆さんよろしくお願いいたします。そして一緒にやっていくのはこちらの皆さんです。どうぞ。面白い面白い面白い、みんな面白い。お笑いなら私たちに任せて。せーの、ラフラフです。お願いします。これはもう変えずに行くんですね、とりあえず。今暫定としています。暫定、ね、ラジオリスナーが考えてくれたやつもあるじゃん。ありましたよね、あれもやってみる。はい、友達以上芸人未満、せーの、ラフラフです。これもやっぱなかなかだな。いかついな。これはこれでいかつい。これはこれで、じゃあ面白い面白い面白いんだけど、なんか可愛らしいですね。さあ、ということででしてね、このチャンネルでは皆さんがテレビに出るために制作者の方を招いて、いろんなね、裏話を直接聞いたりとか、まあアドバイスしてもらうっていうのをね、やってるんですが、今日はですね、もう芸能人を呼んじゃった、はい、ということなんですよ。ついにもう来ていただきました。うん、はい、どうですか、吉村さんとか、なんか会いたい芸能人とかいます？フワちゃんさん。フワちゃんさん、あ、フワちゃんさん、まあ世代ですもんね。皆さんもう見えてるのにね。皆さんの目からはもう見えてるのにということですね。林さんどうですか、会いたい芸能人。今日来られる方の名前が出てこないと。芸能、原口さんです。そんな棒読みなことある？そんな俺が言わしたみたいな。芸能人の名前一つも知らないんだ。見てないんだから。え、一番最初に今パッて出てくる芸能人の名前誰？タモリさん。タモリさん。やっぱね。さあ、ということでもう名前出てきましたが、はい、今日はこちらの方に来ていただきました。どうぞ。お、食べきった。タモリさんだ。タモリさんだ。あ、ちっちゃいね。さあ、ということで原口あきまささんです。お願いします。どうも、モノマネとかやってます、フワちゃんだよ。あ、もう全部やる。やるのかよ、やられんのかよ、どっちなんだよって。なあ。俺はイタズキはダメだろう。あの、ショーゴはあの直々にあの加藤浩二さんのモノマネをレクチャーしていただいたんですよ、一回だけ。はい、あれからどうなってる、あれから。すごい。うわぁ。水の中入ってた。水の中に入ってた加藤浩二さんならそれで。溺れてっちゃった、ね、すごいな。本人の前緊張するわ。だし本人じゃないし。そうなんだよね。本人じゃないのに本人と思う、この状況。当たり前じゃねえからな。やべえな。すげえな。ほんとにすぐパッてできた。ちょっとごめんなさい、僕がただただ見たいやついいですか。東野幸治さん、おはようございます。東野幸治でございます。すいません、今日はね、いっぱいアイドルもほら、すいません、よろしくお願い、佐久間さん今日はよろしくお願いします。すいません、今日はいろいろ、いろんなニュースがアイドルプロデュースされたんでしょ。いや、マジですごいな。とんでもございません、ほんまに。トンネルズ知らないでしょ。高さん、高さん、高さん知ってる？知らない。知らない。高さん知ってる？高さん。無人島に行ってる人ですか？無人島には行ってないです。それ誰？ナス D。 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 ナス D じゃないです。ナス D ではないです。今日はこちらの企画をやっていきたいと思います。さんま御殿シミュレーション。待ってた。すごい、いつの間に。ちょっと待ってこれ、めっちゃなんかすごいわ。もうやば。
え、何が、え、シミュレーション、今日あのさんま御殿のシミュレーションやらせていただくんですよ。いや、お前シミュレーションそんなことお前やるわけが、ほんまや。いや、ちょっと待って言うといてください。いや、今日佐久間さんも一緒なんですよ。あ、これはこれは、以前出られてますもんね。あ、ご丁寧ありがとうございます。ご丁寧にはほんまに、どうです、その時の佐久間さんいかがでした。当時印象には残ってないです。いや、言うなこれ。いろんな方おられるから。はいはいはい、まあ今までね、そうや、とりあえず腹立つんだよな、マジで。確かに、原口さんは花丸大吉さんが、はい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 、はい、サンバ御殿に出るときにシミュレーションやったんだよ。やりましたし、オードリーもやりましたし、ね、オードリーもやったのよ。そうなんだ。そうや、だから春日にお前目合ったら絶対パスが来るから、はい、振られるから、お前目合わせたら来ると思っとけよって言って、あいつ本番中ずっとセット見てた。目合わさないよ。あ、そうなんだ。え、あの佐久間さん実際出られたわけじゃないですか。どうですか。いや、びっくりしたよ、ほんと。さんまさんが来るまで全員座ってるところにさんまさんが来て、はい、水も飲まないで2時間ぶっ続けで話して帰ってくる。ぶっ続けで話して帰った後、テーブルでグッと飲むんだよね、あれ。あれがかっこええね、あれが。で、どうですか、その実際一緒にお仕事されてからのこの原口さん見るとどうですか。いや、もうそのまんまだよ。いや、そうですよね。すごいよ。いや、マジでこのまんま。偽物でごめんね。ほらもう偽物ではやってるんですよ。じゃあみんな、サウマ御殿に出たいか。出たー。よし、やっていきましょうか。これはこれはですよね、お前初めましてやからやな。リーダーは誰や。あ、私斉藤愛沙です。斉藤さん。はい、斉藤さんや。はいとかやらへんの。別に。はいの斉藤さんじゃないんです。違うか。違うんです。ごめんなさい。初めましてやからね。初めまして。よろしくお願いします。じゃあテーマがあるんでしょ。お、はい、テーマ、じゃあテーマ見てみましょうか。テーマこちら。はい、私の弱点はこれです。なるほど。ああ、俺は休憩でけへんねんな、俺の弱点は。アイドリングトーク。アイドリング。ちゃんと自分のね、エピソードまず盛り込む。これはいろいろあると思うけどやな、最初見てみましょう。ほんならこれ。友達と会えないと病む。はあ、これ誰。はい。お、吉村ちゃん。モナミンです。あ、モナミンって言うたらええの。はい、モナミンって呼んでください。なんでや。みんなに言われてんのか。はい、モナミン催眠術をいつもかけて生きてます。あ、どんなやつだよ、モナミン催眠術。お、気づいた。どんなやつだよ。みんな、モナミンの催眠術にかかっちゃえ。トローン。お前、そんなんかかるわけない。お前すごいパワーの持ち主やな、お前、はい、メンバー全員どころか俺まで眠ってしまったぞ、お前。危ない危ない危ない。モナミは友達が多いのか。友達多くない。一部の友達とずっと仲良くしてたくて、はいはい、受験期の時に結構友達とあのコロナ禍で会えなくなっちゃって、ああ、ですごい寂しくて、一時期一部の友達と10時間ぐらい LINE で1日繋いでました。10時間も LINE するのか、お前。LINE 通話みたいなのをずっと繋いで一緒にいる感覚を楽しむ。お前さ、その友達が病んでしまうぞ、お前。なあ、せめて2時間ぐらいにしとけよ。ちゃんとオチを作る、すごいな。なあ、よかったな、でも救ってもらえて、はい、なあ、催眠術かけたらええで、困ったら催眠術かけたらええで、かけたらええで、頼むぞ、俺も行ったら行けよ、頼むぞ、はい、今やめとけ、どうすんだろう、今やめとけよ、はいはい、こんなんでいいんですか、シミュレーションは。はい、今のは優しめじゃないですか、はいはい、あの作ってくれちゃうタイプ、はい、ちょっとハードモードの、うん、ちょっとこうたまにこう突き放すタイプのね。なるほどなるほど、そっちもやったらええねんな。はいはい、わかりました。ながうまな、うまうまいね、なうまいよ、これもやるな、これ上げ続いて、お、何をやるのにも全てビビり。お、これ誰、おらへんのかい。あれ、ミクかな。え、忘れた。あれ、私らしいです。私らしいです。なんか、こういう一言で表してなかったからちょっと分かんなくてごめんなさい。アンケートだ、アンケート長文で出しちゃって、多分まとめてくださったんだ
と思います。まとめてください。それは俺言うとかなあかんねん。それはありがとうございました。誰に俺言うてんねん。本田です。誰にや本田がおるスタンプの中で。すごいな。すげえな、落としたな今。そんなに表現者なの？緊張しい。あ、そうなんですよ。ああ、なんか歌う前とか、歌う前とかじゃなくて何事にも、何事にもなんか、オーディションの時に佐久間さんに、なんか心が強い人だみたいな感じで言われてたりするんですよ、インタビューとか読んでても。はいはい。でも全然私ビビリだから、なんかそんなことないのになーってなって、ずっとビビリに見えへんけどな。カッパじゃなくな、ホテルさん、そんな感じするよな。そうですね、全然なんか堂々としてる感じはしますよ、ね、お前がなんでビビってんねん。そんなだってこっち来るとは言わないですね、確かに。お前休憩すな、お前。休憩すなって。今はビビってる、ここの席座って。楽しい。楽しい、よかった。楽しいわ。いや、続いて、こちら。エスカレーターのタイミング。これ乗り方が分からない。これが私の100点。これ誰？これ私で、私昔から今は乗れるようになったんですけど、エスカレーターがずっと乗れなくて、乗ろうと思うと出てきちゃうんですよ。いやいや、なんでや、出てきちゃう、それ当たり前じゃないかい。あれはずっと動いてんねん、あれは。非常ボタン押さない限り動いてんねん、あれはずっと。止まらないよ、サンちゃんと一緒やで、それは。俺のどこと、お笑いどころやろ、今。言うなぁ、おげんさん、今そうですね、エスカレーターとか止まらへんねん、あれはエスカーのとこでしたね。そうや、俺、サンちゃんと一緒やねん。いや、何言ってんですか。そう、そういうことやろ、これや、これや、これや。はい、思います。勉強していけよ、勉強してきます、はい。おいでおいで、おいで、おいで。あまり、みんな飲まれるな、飲まれるな、元気出してこう。いつ乗れるようになったんや。乗れるようになったのが中学2年生ぐらいで、そう、今までエレベーター使ってたんですけど、やっと一歩踏んだ時に乗れるようになったんですよ。おう、ほいでほいで。それで好きになったりしたりとかしたりとかして。みんな、アリサちゃんがエスカレーターに乗れるようになれー。違う、眠たくなれや。モナミモナミ、今のは眠たく、今の眠たくなれで、トーク中にみんな寝てしまうねや。それや、それや。うわいいわ。どうだ。いや、厳しい。いや、さんまさんって同じことでいいの。やれって、これやれって言ったら変えちゃダメなんですよ。同じことで、みんな、あと元気出してこう。負けてるわ、さんまさんに負けてるわ。さすがさん、どうだった。ちょっともう、疲れちゃいました。俺やったらもう。ちょっと待って、違う、違う、次の、疲れるな、俺や。得意なダンスあんの？じゃあないのか。頑張れ、頑張れ。いや、どういうことと思って。そういうこと。あ、違うわ。頑張れ。え、もっと笑ってください。いやいや、何残せばいいですか。学校でのを残しとけよ、お前。学校で。え、学校で。お前どうせ学校でのを残せよ。珍しいやつの方が、珍しいやつ残さな。動画を見終わったみんな、ありがとう。今日は面白かった。どこが良かった。ねえ、どこが良かった。そこでラフラフ広報の高梨から確認です。皆さん、チャンネル登録はお済みですか。まだの方、ぜひよろしくお願いします。あと、私からももう一つお願いなんですが、ぜひコメントの方にも一言お願いします。一つ一つみんなちゃんとチェックしてますし、なんなら参考にもしてます。あと、私からももう一つお願いなんですが、できればお友達にもラフラフのこと広めてほしいです。笑ったり泣いたり大喜利したりする私たちが見れます。ラフラフの成長ドキュメントバラエティ、今なら子さんになれると思います。ということで、ラフラフの YouTube チャンネル、ぜひ登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。